はい、こんにちは。今回はメンズの質感調整の仕方ですねを紹介していきます。まず髪の毛は多い人、少ない人、癖がある人、少ない人で、骨格でも張り出してる人、へこんでる人、まあいろんな人がいるので、その人に合わせたやり方で調節していく必要があります。例えば無造作に動かしたいとき、まあ無造作動かしたいときなんかは、そのまんま切りっぱなしのスタイルだとなかなか動きづらいですね。ほぼ 99% ぐらいの人は質感や量感を調節しないと、なりたいスタイルというのに近づくことが難しくなってきます。ただ量感調整と質感調整っていうのをちゃんと使い分けておかないと、より理想に近いスタイルっていうのは作りにくくなってくるので、今回はその使い分けですね、使い分けを紹介します。例えば髪の毛が少ない人の時ですね、少ない人の時に、例えばこうやって横パネルで撮って横で撮るっていうのをするのと、横パネルで撮って縦に出るとでは、質感の出方ですね、量感の落ち方っていうのが変わってきます。こうやって縦に入れると、まあ、量も減るんですけど、取りすぎる心配っていうのが少なくなってきます。逆にこうやって横で取ると、質感は変化するんですけど、単調になりやすいし、量が取れすぎてしまうっていうのがあるので、やっぱ量をしっかりと落としたいとき、この耳の裏とか、溜まりやすいところなんかは、平面的な入れ方。横パネルでの横パネルだったりとか、縦パネルで撮って縦パネルで調節していくっていうやり方でもいいんですけど、量が少ない人なんかは平面的に撮って立体的に出るっていうやり方がふさわしくなってきます。例えば縦パネルで撮って、それをオンベースに引き出したときに、ふわっと丸みを出したいっていうときは、立体的に入れるときでも、こうやってちょっとずつ上に行くにつれて、セニングの入れる深さを調節していって、少しこう丸く出したりとか、そういう入れ方もできるし、こうやって前髪なんか、ちょっと毛先を柔らかくしたいけど、あんまり量を取りたくないっていう人なんかは、深めに入れるんじゃなくて、ちょっと浅めに毛先の方にだけ質感調節をするなどですね。でこういう感じで、まあ、無造作な動き、まあ、いろんな動きですね、まあ、パーマをかける時だったりとか結構使うんですけど、その時でも量を調節したいのか質感を調節したいのか、まあ、角度でも縦に入れる角度でも、そのまままっすぐなのか、ちょっと角度をつけながら縦に入れるのか、それを使い分けて求めるスタイルに近づけていくというのを考えながらやっていくといいかなと思います。ということで今回は以上でした。